こんばんは、満月堂のみょんねです。今日は迷える柔らかちんこに救いの手を、みょんねのお悩み相談室です。 LINE でお悩みたくさんいただくんですけども、ご自身の、ペニス周りのコンプレックスを解消したいというお悩みがとにかく多いの で毎回同じように私は答えているので、これ一気にお悩み解消していきたいと思います。どういうコンプレックスが多いか、多分これ見てる人もうなずく方多いと思うんですよ。ペニスのサイズが小さい、大きい、それから細い、細くて小さい、あとはね、早い、すぐ行っちゃう、遅い、なかなか行けない、あとね、柔らかい、それから、気筒がなんとか、それから、気筒の色がなんとか、あとは、右に曲がってるとか、左になんとかとか、カリがなんとかとか、とにかく、たくさんそういう、なんか形状とか状態ですよね、に対してのお悩みがとにかく多いです。最近あった、ちょっと珍しいところでは、気筒の色がなんとかっていう、あって、もう質問を今受けてる状態がなんとかみたいな、答え方をしてるぐらい、いつもこういう系のお悩みに対しては私が同じようにお答えしてるんですが、それは大した問題ではありませんってお話ししてるんですよ。気にすんなっつってんのサイズどうでもいい、もう細くても別にいいっていつも言ってんの。こう言っちゃうともうお悩み相談も今日のコーナー終わりになっちゃうんですが、それぐらいもういいよっていうぐらい同じね、お悩みたくさんいただくんですよ。そっか、男子はそういうことを気にしてるんだなと思いつつ、女子はそんなことあんま気にしてないですよっていつも答えるんですけども、とはいえ気になるのが男心ですよね。そりゃそうだよね。それ気になるのが自然の摂理というか、だって女子だってお悩みあるじゃん。なんかさ、おっぱいがなんとかとかさ、乳首の色がなんとかとかさ、あと何あるっけお尻がなんとかとかさ、足が太くのがなんとかとかさ、目がちっちゃいとか、口がなんとか、こうバランスがとかさ、いろいろあるじゃないですか、女子も。でもさ、そういうお悩みって男性からしたらどうです？別にそんな気にしてねえよみたいなことの方が多いじゃないですか。だから女性側からすると同じなの。だけど気になるじゃん、なのでいつも正論でね、ビシビシとね、大した問題じゃねえから気にすんな、サイズじゃないからとかって言ってね、ごめんねと思ったんだよね。なんかね、ちょっと寄り添ってほしいよなと思って、この動画を撮ってます女性の本音は最後に言うとして、そうだよね、とはいえ大事だよね、だって私もさ、こことか気になるとこあるもんと思って、じゃあどうすればいいかなと思ったんですよ。その結果、これもちろん私の一個人的な意見ですよ、なので適当に聞き流してほしいんですが、気が済むまで思いっきりやりなはれっていう結論になりました。ああ、これもなんかも身も蓋もねえなっていう感じなんですが、思いっきり気が済むまでやればいいし、気が済むまで悩みたいまで悩めばいいし、飽きるまで悩めばいい、これが結論です。で、やりたいことをやってみたいことは全部やってみればいいんですよ。例えば、方形とかもよくね、お悩み、あとサイズ大きくしたいとかあるじゃないですか。で、そういうのの手術とか、あと勃起系の薬とかさ、いろいろあるじゃないですか。でもちょっと怖くてとかあるけど、やってみればいいんじゃないって思いました。で、手術もしないまでも病院に行ってみるとか、話を聞いてみるだけでもできるし、薬もね、ちゃんと処方してもらって飲んでみるとかもできるじゃないですか。で、それやってこそ見えてくることもあると思うんですよ。なので、どっかで聞いたんですけども、そのペニスを長くする手術あるでしょ。あれ本当に長くするべき、ぐらいそもそもが小さい人っていうのは、手術した人の割合でもう
ほとんどいないんだって。手術した人たちのほとんどが別に普通じゃんっていうサイズの人たちだそうですっていうぐらい。でもコンプレックスってそういうもんじゃないですか。だからやりたかったらまあやってみればいいんじゃないかなって。この前も、お話ししたんですけれども、セックスする相手がいない、童貞を卒業できないみたいなお悩みをたまにいただくんですけれども、だったら風俗に行ってみるとか、キャバクラとか、なんて言うんだろう、女性と触れ合う場所がないっていうならば、そういうお店に行ってみるとか、それもいいんじゃないと思ったな思ったな、そう行くことによって、あなるほどとか、あこれは違うとか、あこれはめっちゃいいとかあると思うんですよ。とにかくまずは動くこと、これ大事だと思います。でね、そういうまあ手術、風俗、薬みたいな極端なことだけじゃなくて、普段の生活からできることをちょっといくつかね、ご紹介しますね。一つ目は違う人のを見てみる。お風呂に行くとかね、するとメンズ同士ってどうなんですか、ジロジロ見合うものなんですか。女性はねどうなんだろうな、見てるようで見てないのかどうなんだろう。でもとにかく違う人のものを見てみるといいと思います。そうすると案外、あ同じぐらいだなとか、そんなすごいでかい人はそんなにいないんだなとか、まあいろいろ見えてくると思うんですよ。でやはり通常時と勃起時って、通常時ってちっちゃいもんですから、まあお風呂で見てもあんま意味はないかもしれないけれども、ただし AV の男優さんたちってそもそも物が立派であるっていう、そういう方が多いんですよ。なのでああいう方たちと比べないっていうことも大事ですでそういう意味で、まあいろんな意味で一つ目違う人のを見てみるがいいかなと。で二つ目、ペニスだけ、勃起力だけじゃなく自分全体に自信を持つっていうのがめちゃくちゃ大事です。客観的に見てですよ、ペニスだけに自信があって その他の容姿だとか自分自身に自信がないってちょっとバランスおかしいじゃないですか。自分自身全体に自信をつけていく中でペニスにも自信を持つ、このね両方のバランスが大事だと思うんですね。なので勃起のことだけ、サイズのことだけじゃなく、日々の生活で自信を持つような、何かこう動きをしていくといいと思います。でね、その時に3つ目、これ3つ目、小さい成功体験をカウントするんですよ。あのね、人間っていうのはですねあのね、この成功へのね一段、階段一段をめっちゃね自分に厳しくね大きく高く作るんですよ。この一段をなんていうの、ここまでいかなきゃ成功と言えないみたいな。でもこの一段めっちゃハードル高いの、だから一段をちっちゃくするんですよ。で、あこれできたら成功、これできた、やっとこんなこともできたじゃん、やったじゃんって言って、小さい成功を積み重ねていくことがおすすめです。今日朝起きれたとか、今日一本早い電車に乗れたとか、そういうのでいいんですよ。今日ちゃんと顔洗えたとか、とにかく、自信になるような成功をちっちゃいことでいいので積み重ねていく。自分にこんな大きい成功じゃないとダメだってね、なんか変なハードルを掲げない、ダメ出しをしない、これ大事です。そうなることによって全体で自信を持っていくっていうことが大事です。4つ目、これは性行為での成功体験を重ねていく、これも大事です。お料理はお料理を何回もすることによって失敗を重ねて成功を重ねて身になっていくでしょ。だから性行為もやはり性行為での体験を重ねていくことで身になっていくんですよ。てかオナニーだけでは分かり得ないことってあるじゃないですか。なのでやはり女性と一緒に体験をする、そして成功体験、これも小さなんですよ、小さな成功体験を積み上げていくっていうのが大事になってきます。5つ目、その上でテクニックを磨いていく、これも大事です。二人エッチって漫画があって、これねすごくねためになるそうなので読んでみてください。で読んで習って実践よ、まあ、その本だけじゃなくてもいいんだけど、とにかく実践を重ねていくことによって自信もつけていく。で、あそうしてくると、あそんなサイズって問題じゃないんだなとか分かってくるんですよ。で俺のあれはあーで、右反りが上でとか下でとか、どうでもよくなってくるんだ
なので、こういうふうに自信をつけていく、成功体験をつけていくってことが大事かなと思います。とはいえ、いやだからセックスする相手がいないんだってみたいないるでしょ。その方たちにはちょっと前のお悩み相談で、セックスする相手がいないんですけどどうすればいいですかっていうことに対してのお悩み相談を、しているので、そっちをチェックしてください。まあとにかく今日明日で改善されることではないです。そのセックスする相手がいないっていうのも、自分のペニス周辺のコンプレックスを解消するっていうのも、はいじゃあはいっていうことにはならないとは思うんですが、ちょっとずつでいいから、改善していった方がいい、改善していけばいいんじゃないかなと思うし、やっぱり日々生きる上で俺ってダメだな、あこういうこともできなかったなって思いながら過ごすよりも、今日もこういうことできた、あ俺ってちょっといい感じじゃんって思って過ごした方が楽しくないですか。だってね、あと何歳生きるかは分かんないから、毎日を楽しく気楽に、生きていけるといいですよね。はい、ということで今日は前より柔らかちんこに救いの手を、ミョンネのお悩み相談室でございました。女子、あなたが思っているほど女子はあんまり気にしてません。一緒に楽しんでいきましょう。では最後に、JKB 持続可能な勃起力を鍛えるための3つの課題についてです。1つ目が運動です。筋肉を育てることによって男性ホルモンの分泌が高まって勃起力にもつながってきます。一息ウォーキング、筋トレ、チントレ、ここら辺を毎日コツコツやってみてください。2つ目が生活習慣の見直しです。食生活、ストレス、睡眠なんかですね。勃起力を育てる、ゴールデンタイムは深夜の1時から3時です。1日6時間程度は睡眠を取れるように工夫をしてみてください。3つ目がリラックスです。心のリラックスも体のリラックスも両方大事です。寝る時間が短い、朝起きても疲れが取れていない、そういう方は睡眠の質を見直してみてください。寝る時だけでも締め付けゼロ、これを目指して満月堂のふんどしパンツを履いて、ホット玄米アイマスクで目元を温めながら寝る、これやるだけでも翌朝の元気が全然違うので、ぜひ試してみてください。質問お悩みある方は私の LINE に連絡をください。私が直接お返事をしております。先行案内、限定案内も LINE からしてるので、質問ないよっていう方もとりあえず LINE 登録してスタンプとか押しといてもらえると私も押し返します。Twitter、インスタでは私の普段の様子とか日めくりみょんねーという企画もやっているので、どっちかご自身のやりやすい方だけでいいのでフォローしておいてもらえると嬉しいです。毎週金曜日お昼12時半から YouTube でライブ配信をしていて、皆さんとねわちゃわちゃ交流する楽しい場になっているので、ぜひ遊びに来てください。 LINE、Twitter、インスタ、YouTube、それからショップの URL、これら全部まとめて概要欄に書いてますのでチェックしてください。では次の動画まで朝立ちチェック、それから JKB3 つの方やってきてください。満月堂のミョンネでした。バイバイ。